どうもこんにちは、リバーチャンネルの K です。今日は家庭で作れる簡単なだし巻き卵の作り方紹介しようと思います。それでは早速やっていきましょうか。レッツゴー。ではまず材料の方を紹介していきます。ボウルやお椀用意していただいて、今日卵3つ使います。とみりん、醤油、白だし、こちら使ってやっていこうと思います。ではまずはじめに卵を割っていきますね。器に卵を割り入れて、そしたらこちら軽く溶いていきますね。ではこういうふうにある程度卵が溶けましたら、こちらにまず白だしを、続いて醤油、こちらは少しで、あんまり入れると色が茶色くなっちゃうんで少しだけにしておきます。最後みりんですね、こちらも少しだけ入れたら、しっかりと混ぜ合わせていきます。この段階で白身もこうやって切る感じで溶いていくと、後で焼いた時に焼き上がりがすごい綺麗になります。そしたらこちらに水を少し入れますね。ちょっとしゃべしゃべになるぐらいが目安ですかね。この水分量がポイントです。この状態で焼くと、焼き上がって食べた時に噛んだ時にじゅわっと汁が出る感じに出来上がるんですね。じゃあ早速焼いていきましょうか。今日はこういった卵焼き用のフライパン使いますね。あとサラダ油、じゃあなんか入れ物とかにキッチンペーパー用意していただいて、少し染み込ませておくと油塗りやすいんでね、こうやって準備しておきます。じゃあ早速焼いていきますね。火をつけます。火力は弱火にします。じゃあフライパンが温まったので、こちらで油引いていきますね。フライパンの角の方もしっかり引きましょうね。そしたら卵、ちょっと多めぐらいで入れます。そしたらそこを全体に広げて、卵の底の部分が固まるまで待ちます。もしこの段階で気泡が出てきたら、こうやって箸で潰してあげるといいですよ。でまだ少しこう卵が残ってるぐらいの段階でもう巻きに入っちゃいます。じゃあまず箸で周りを軽く外します。したらこちら箸でひっくり返すのもいいんですけど、やっぱご家庭で綺麗に作るのであればフライ返し使って、やっていきましょうかね。弱火で柔らかい段階でやってるので、どうしても最初の一巻きとかはちょっとこんな感じになりますけど、全然この状態で大丈夫です。そしたら奥の方に寄せて、そしたらまた卵を
流し入れて、今回は先ほどより少なめの量を入れてます。固まったらすぐ巻いていきます。で、一巻きごとにこうやって角に押し付けながら焼くと焼き上がりきれいになりますよ。ちゃんと卵の下にも入れますね。手前に広げて全体に流して少しだけ固まったらもう巻きます。まだ卵が完全に固まってない状態で巻いてるので、弱火でじっくり中が火通っていくんでね。最後入れました。弱火でやることによって巻いてる時に卵が固まりすぎずに、この巻いた中の方でこうじっくりと蒸される感じで固まっていくんで、出来上がりがふわっとなります。最後巻いたら、ここからがポイントです。弱火で熱しながらしっかりと端に当てます。なるべく均等になるように、あと上からも押します。これを熱しながらやります。こうやってやることによって後で整えなくてももうこの時点で成形できちゃうんで、そしたらひっくり返して熱しながら押さえつけていきます。わかります？これ水分入れて作ってるんで、このプルプル感、この感じが食べた時にこうふわっとした感じになるんですよね。はい、じゃあこんな感じで形が整ったら完成です。じゃあ切ってみましょうかね。おお、綺麗にできてますね。焦げた色もなく、巻いた感じもね、そんな目立たないぐらいの綺麗な断面になりました。で、だし巻き切るときにですね、半分に切った後ちょっとだけここ残して、こちらもちょっと残して斜めに切るとこんな感じで盛り付けもできるんでね、こういう感じで切っていきます。切れました。じゃあ早速食べていきましょう。では早速いただいていきます。プルプルですよ。プルプル、水気もあってジューシーそうですね。いただきます。うん、うまい。ふわふわですね。噛んだ時にすっごい出汁が出てきます。うん、美味しい。弱火で作ったのと水を少し入れることによって舌触りもすごい滑らかなだし巻きになります。うん、
じゃあ今度は大根おろしとだし醤油作ったんで、こちらのおろしをいっぱいのせましょう。たらこちらにだし醤油、あ、美味しそう。いただきます。やっぱ合うな。こうね、だし巻きに入れただしだけじゃなくて、またこうおろしをかけることによって、なんかこうさっぱり感が出るっていうか、また違う味わいになって、すごい食べやすくて美味しいです。最高。はい、ではごちそうさまでした。だし巻きこういう感じで作るとすごい断面も焦げつかず綺麗な色になるんで、見た目も美しく、食感もふわっとして、水分が出てジューシーな感じで美味しく仕上がるので、ぜひ皆さんやってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。今回のだし巻きの作り方、ぜひやってみたいなって思う方は、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。